峰本です。このチャンネルでは太陽光発電の科学、経済、そして未来についてお話しします。このシーズン19では今話題のタンデム太陽電池について、その基礎から最新の情報までを解説していただきます。続いてですね、三端子型のタンデム太陽電池の特徴を見ていきたいと思います。こちら先ほど申し上げたように、中間送電極とボトムがバックコンタクトになっているという2つの種類がありまして、それぞれの透過回路は同じになるんですけども、この真ん中のように透過回路になっていて、真ん中にちょうど線が1個あって、そこから電極を取り出しているという形になります。電流がどういう形で流れるかということなんですけども、トップで発生した電流はですね、片一方の電荷、例えばマイナスは上に行き、プラスはそのままボトムの方に行くんですけども、リコンビネーション層がありますので、そちらで電荷がさらにボトムの方に引き継がれて、ボトムのコンタクトに流れていくということになっていまして、まあ構成としては PNNP と NPNP というようなものがあるんですけども、変換効率としては NPNP の方が高いということが報告されています。 NPNP と PNNP、うん、なるほど、はい、右の方が NPNP、 左が PNNP、はい、あというの構成が、まあ、考えられてまして、うん、そちらですと NPNP の方がちょっと効率高いんじゃないかなということが報告されています。このようにですね、構成はちょっと複雑になりますが、二端子型で必要であった電流整合というものが不必要になります。なりますので、こちらはモジュールのセルの設計としては非常に自由度が高くなります。さらにですね、そのメリットを生かして、トップセルとボトムセルのバンドギャップ爆発というのは出力を最大化するということで、まあ、最適化していくということで、電流整合をするための 最適化というよりは、まあ、出力を 最大化するための最適化というポイントになります。で、一方ですね、この中間層があると、先ほど申し上げたように横方向に電流を引っ張ってきますので、そちらで抵抗損失が増えてしまうということがあります。さらにはそこの中間層が入れるということは、一般的には透明の導電膜が使われますが、屈折率がちょっと低いものになっています。周りの太陽電池の材料に比べて低くなってしまうので、そこで高額損失が発生しやすいんですね。なので、この中間層になるを使うと、なかなか課題があるということで、バックコンタクト型にすると、そういった課題が克服されるんですが、キャリアを電子と正孔横方向にボトム、セルは動かさなきゃいけないんですね。この絵ですと縦方向すごく厚く見えますが、実際は数百ミクロンです。横方向は下手するとミリ単位で動かさなきゃいけないので、ボトムセルのキャリアの動かす拡散長というんですが、キャリアがどれぐらい動かけるかという長さがあるんですが、それが長くないとボトムセルでの効率は上がりません。そうするとそういったものというものはやはり高品質なウェハーが必要になってきますので、そこがコスト的な課題になってくるということがあります。これまだ分かんないんですけど、この構造 B、 バックコンタクト型の時は、はい、上のトップセルの電極、例えば、まあ、マイナス電極だとすると、はい、そうするとボトムの右の電極はプラスかマイナスかどっちなんですか？この場合はどちらでもいいんですが、例えば、はい、ボトムの右と左をプラスマイナスというふうにしておけば、はい、まあ、それで、トップ側が、マイナスであればプラス側から端子取ればいいということですね。これまだ分かんないんですけど、はい、キャリアはトップでできた電子はこう上に行きますよね、はい、でホールは下に行きます、ね、下の、はい、バックコンタクトのセルに入っていくんですよね、はいはい、そうなんですね。なるほど。この三端子の、はい、これ一番右の図で見ると、トップでできた電子は当然上に行くと、はい、でホールは下に行くと、はい、でこのホールが下に行くんだけど、はい、ボトムでできた電子と再結合してキャリアがやり取りされる、はいはい、でボトムの方はボトムの方で、はい、電子と正孔ができるので、はい、電子はボトムの電極、はい、ホールはまたボトムの、はい、この絵でいうと右と左に分かれると、はい、はい、そんなことができるんですね、はい、そういう構成が、まあ、一応提案されていて、実際に、まあ、セル化されて評価されているんですね。
あ、これで動いてるんですか、はい、なるほど、それはすごいですね、これはハイテクというか、はい、よう思いつきましたよね、けどこれって本当最近なんですかね、こういう三端子、そう、三端子というものは評価としてはよく使われていましたね。あ、そうなんですね、はい、なるほど、はい、で三端子になりますと電極が3つに増えますので、その分がモジュール化するときに必要になります。つまりモジュール化するときに配線数が増えることから複雑化してくるということがあります。さらにトップがボトムがそれぞれでパーコンが必要になりますので、一般的なパーコンをそのまま使おうとすると設備の増強が必要になるということがあります。実用化におけるセルの課題なんですけども、中間電極型であればやはりこの抵抗損失、ね、中間層の抵抗損失、光学損失の増加というものがありますので、こちらを何とかしなければならないということからですね、うん、近年はバックコンタクト型ということが解決し得る一つの技術になるということなんですけども、高品質なボトムセルが必要不可欠ということで、これがコストに対するですね、課題になってくるということ。さらには、ボトムセルに直接トップセルをつけますから、大面積化によるトップセルでのリークが発生しやすいということから、こちらの特性劣化が懸念されているということになります。なるほど。なんか二端子の方がいいよなって思うんですけどね。そうですね。この、まあ、この部分でいくと二端子の方が良さそうだなっていうのが分かるかなと思います。ただスペクトルミスマッチがすごく大きくなるとかがあったら、はい、こっちの方が、そうですね、まあ、作るのは難しいけど、はい、性能はいいだろうという。性能はいいです、はい、なるほど。で実際に二端子型の、まあ後で言いますけれども、二端子型さらに次に出てくる四端子型というのと三端子型を比べると、最大の出力は変換効率はほとんど変わりません、うん、ただスペクトルミスマッチということで、スペクトが変わった時に、うん、その影響を二端子は非常に受けやすいということからですね、実際に屋外に設置した時は二端子型の方が少し変換効率として落ちてしまう懸念があります。なるほど、はい、このチャンネルでは太陽光発電の地図を公開しています。この地図には太陽光発電の原理から材料の種類、応用展開、そして社会の脱炭素化に関するキーワードがほぼ網羅されています。動画タイトル下の説明欄のリンクからこの地図の解説動画、そして地図の電子データもダウンロードできますので、一度見てみてください。